もうちょっと時間ありますけれども、的直和に関する性質や公式について少し触れておきます。まず、今日は少なくともここまでやっとかないと、演習に間に合わない、演習というか、今日のレポート課題に間に合わないので、ここまでやっておきますけれども、まず挙げるのが、定理 6.10 ですね。教科書で151ページにありますが、部分空間の直和条件と呼ばれる性質です。でこれは部分空間、元のベクトル空間ですね、 V がベクトル空間で、あ、ごめんなさい、W1 と W2 が部分空間でですね、で V が W1 と W2 の和の時に、次の2つの条件が同値だっていうものです。1つはその V が W1 と W2 の直和であるということ。でこれと同値な条件が実は、W1 と W2 の、共通部分がゼロベクトリに限ると、まあ、そういうことを言っています。で、まあ、ちょっとこれも証明のアウトラインだけ示しますけれども、これ次の 2つの条件が同値っていうことを言ってますから1が成り立てば2が成り立つ。で2が成り立てば1が成り立つというこの2つの方向の証明が必要になります。ですので、まず1が成り立てば2が成り立つということから紹介しましょう。これはですね、まあ、W っていうのをこの W1 と W2 の共通部分のあるベクトルとしましょうと。で結論としては、この W は実は0ベクトルに限りますということを言うんですけれども、この時に、まあ、この W をですね、この W1 と W2 の和の、ベクトルの和の形でこう表すんですね。なぜかというと、仮定から V っていうのは W1 と W2 の和ですよっていうことを言ってるんで、ここから、ここでこの式で V から0ベクトルっていうのを取ってきまして、で、W1 の弦、と W2 の弦の和というふうにして表します。で、今この W はですね、W1 と W2 の共通部分に入ってますから、そうするとこの W っていうのは W1 にも含まれていて、W+0 っていう形で書けることもできますし、で、W2 にも入っていて、0+W っていう形で書くこともできます。ここが一つのポイントなんですけれども、しかしながらその今 V っていうのは W1 と W2 の直和ですから、ここに直和ですね、直和ですから、この書き方っていうのは必ず一通りでなければなりません。今こういうふうに二通りで書いてるんですけれども、実はこれは一通りなはずだと。でどうやったら一通りになるかっていうと、 W が0以外にはありえないというわけですね。そうするとこの条件を満たすにはW が0でなければならないので、そうするとこの W1 と W2 の共通部分に含まれるベクトルは0のみ、0ベクトルのみということになります。それからあと逆にその括弧2から括弧1が成り立つことなんですけれども、括弧2はこれは何を示すかというと、もし、ここか、W1 と W2 の和からですね、この1個ベクトルを取ってきたら、その W のベクトルの表し方は一通りしかないということを示します。で、この数学でこの一通りであることを示すという示し方は、以前の別の定理でもやったと思うんですが、もしこれ W をですね、二通りの表し方が、こういう二通りの表し方があるとしたらば、それは実は、ここにありますように W1 と W1' は等しくて W2 と W2' は等しいということを示します。で、そうしますと、じゃあ仮にですね、この W っていうのがこう W1 プラス W2 っていうこのベクトルの和の形で表されていて、もう一つ別の和の形で表されているとしましょう。そうすると、ここに統合が成り立ってますので、この統合からうまく引き算をすると、W1 マイナス W1' が W2' マイナス W2 という、に等しいという条件に
になります。で、ところが、この右左辺はですね、左辺はこれどっちも大文字の W1 っていう部分空間のベクトルだったわけですね。で、一方で右辺は大文字の W2 っていう部分空間のベクトルだったわけです。で、ここ2行目に書いてるとですね。で、ということで、この式を見るとですね、このベクトルっていう、これを満たすべき、今考えているベクトルっていうのは、大文字の W1 っていう部分空間のベクトルでもあり、かつ大文字の W2 っていう部分空間のベクトルでもあると。両方の部分空間のベクトルになっているということは言えば、分かると思います。で、括弧2番の仮定はですね、この部分空間 W1 と W2 の両方に属しているベクトルは0ベクトルだけですよっていうことを言ってましたから、この2つ、このベクトルですね、この条件を満たすベクトルっていうのは実は、W1 と W2 両方に属しているということは0ベクトル以外にありえないというようなんですね。そうすると、この式から実は W1 と W1 ダッシュは等しいし、W2 と W2 ダッシュも等しいということから、この表し方っていうのは、一通りしかないと。で、この表し方は一通りしかないってことは、この V っていうのは W1 と W2 の直和であるということが言えますという話です。はい。で、あとですね、ちょっと、時間的にきついかもしれませんね。そうですね、ちょっと時間的にきついかもしれないので、じゃあ一応今日は、この部分空間の直和条件の、定理 6.10 までということにしておきたいと思います。とりあえずここまでの範囲で今日のレポートからでは解けるはずなので、一応こういうことにしておきまして、で、次回は、この部分空間の直和に関してまたいくつか性質が残っていますので、その部分をやりまして、で、次のセクションの、ベクトル空間の線形写像という話に進みたいと思います。で、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、それではちょっと抽象的で大変だと思いますが、ぜひ演習でも頑張って復習していただければと思います。じゃあこれで今日の講義の質問は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。